皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は誰にでもわかる解凍系についてお話ししていきたいなと思います。別の動画でクエン酸回路についてもお話ししているんですけれども、私たちが口から入れた食べ物が最終的に分解されて代謝されて、体を動かすためにどういう働きを体の中で行われているのかっていうところの基本のキーの部分になりますので、スポーツをされている方とか栄養の勉強されている方とか食べ物に興味のある方っていうのはぜひ覚えていただければなと思います。まずですね、解凍系っていうその文字を見ていただきたいなと思うんですけれども、そもそも解凍系っていうのはどういう働きなのかと言いますと、体の中で糖、グルコースを分解してエネルギーの元を作る仕組みのことを言います。糖を分解する反応になるので、解凍系、その文字のままの働きになるんですけども、その解凍系という働きは体のどの部分で行われているかと言いますと、私たちの体に、たくさんある細胞の細胞質基質という部分で行われています。細胞質基質というのは、細胞が1個あった時に、中心は核という部位になるんですけれども、その中にミトコンドリアとかリボソームとかいろんな物質があるんですけど、全体を包んでいる液体の部分を細胞質基質というふうに呼んでいます。解凍系というのはそこの中で起きている反応になります。その解凍系の目的としては、取ったグルコースをピルビン酸と呼ばれる物質に変える、これが解凍系の目的になります。炭水化物が分解されてグルコースという物質に変換されるわけなんですが、炭水化物をエネルギー源とした反応のこと、ざっくり言うとそういう形になります。この解凍系の反応として一番重要なポイントが、解凍系というのはこう酸素を使わない反応であるっていうのがポイントになります。別名嫌気呼吸というふうにも呼ばれたりするんですけれども、クエン酸回路に関しては私たちの呼吸と同じで酸素を使って二酸化炭素を出すっていうような反応だったんですけど、それに対して解凍系というのは反応の段階で酸素を必要としません。これはどういうことかと言いますと、無酸素運動と呼ばれる運動を行った時のエネルギー源として使う分のエネルギーを解凍系で産生しているということになります。無酸素運動っていうのは呼吸を止めて行う運動ですね。例えば 100m 走とか 200m 走とか、あと身近なところで言うとウエイトトレーニング、たくさんレップ数を上げている運動だと有酸素運動気味にもなってくるんですけど、重たいのを1回クッと上げる時って呼吸をちょっと止めてたりすると思うんですけど、そういう時の運動に使うエネルギーをこの解凍系で産生しています。そこを前提としてお話しした上で、解凍系の流れについて簡単にお話ししていきたいなと思います。私たちが食事から取った炭水化物はいろんな消化の過程を経てグルコースという物質に分解されます。そのグルコースの分子をですね、まず半分に分解するところからそこの反応はスタートします。その段階でグルコースに含まれている水素の分子を取り出します。これを脱水素というふうに言うんですけれども、脱水素の反応がこの過程でまず起こります。この反応をするためにまず2つの ATP と呼ばれる物質を使います。 ATP というのは別名高エネルギーリン酸化合物というふうにも言うんですけど、アデノシン三リン酸を英語で言ってこう略したものが ATP になります。これはエネルギーを発生させるための物質です。人間にとってのガソリンみたいなものをイメージしてください。ここであれって思うと思うんですけれども、エネルギーを作るための過程なんですけど、最初にこのエネルギーの元となる ATP を2つ消費するっていうのがまた面白い反応だなと思います。このエネルギーの酸性の物質を1回使ってで、その上でまた新しいエネルギー源を生み出すというような流れになるので、最初の反応でまずそのエネルギーの元となる ATP を2つ使います。その中でいろんな物質に含まれている水素を取り外しながら、いろんな分解とか反応を経て最終的にピルビン酸というところまで分解されます。ピルビン酸まで分解された段階で最終的に4つの ATP を産生します。この作られた4つの ATP が私たちの体を動かす
かすためのエネルギー源として使われるんですけども、最初の反応でお話ししたように、こう4つの ATP を生み出すために2つの ATP を最初に消費しているので、差し引いて私たちが使えるエネルギーの源となる ATP は最終的に2つの ATP が産生されますと考えると、正直なところを言うとちょっと燃費が悪くて効率の悪い反応になります。細菌とか微生物とかだと、ここで出てくる2つの ATP だけで生きていくことができたりするんですけども、私たち人間は体も大きいですし、いろんな運動をしているので、ここでできた2つのエネルギーの源だけでは足りないので、ここからクエン酸回路というところの回路に移っていきます。この反応でできたピルビン酸を使って、それがまたクエン酸回路と呼ばれる酸素が必要となる反応で、また新しくエネルギーを生み出すことで、1段階目はちょっと効率の悪い反応なんですけど、こっからまた別の経路に乗り換えて大きなエネルギーを作っているというのが私たちの体の反応になります。この経路でできたピルビン酸と呼ばれる物質は、酸素があるとクエン酸回路の方に乗り換えて乗るわけなんですけども、酸素がない状態だと乳酸という物質に作り変えられます。こう乳酸ってよく耳にすることがあるのではないかなと思うんですけれども、特にこの無酸素運動をした後っていうのは筋肉が動きにくくなる体感を得ることが多いんですけれども、こう乳酸っていうのは疲労物質というふうにずっと言われてきてたんですけど、乳酸っていうのは私たちが取った炭水化物をグルコースに作り変えて代謝の経路をたどってできる副産物になるので、乳酸ができるということは食事から取った糖をしっかりエネルギーに変えることができているというような証拠になります。なので最新の研究では、そのできた乳酸っていうのはまた新たに脳とか心臓とか筋肉を動かすためのエネルギー源としても働くということが分かってきています。なので今お話ししたように、乳酸というのは酸素のない状況下で取った炭水化物を糖に代謝してエネルギー源として使った時にできる副産物というところもポイントとして押さえていただけたらなと思います。ここまでの流れを簡単におさらいしていきたいなと思います。ポイントの1つ目、解糖系というのは体の中でグルコース糖を分解してエネルギーの元を作る仕組みのことを言います。解糖系の仕組みは私たちの体の中の細胞質基質という部分で行われています。ポイントの2つ目、解糖系は酸素を必要としない反応になります。なので無酸素運動などをした時のエネルギー源として使われるエネルギーを産生する、一時的な反応になります。最後3つ目、解糖系の過程で最終的に生成されたピルビン酸は今度はクエン酸回路の方に移っていって、もっと大きいエネルギーを生み出すための反応として活用されていきます。こういったサイクルで私たちの体の中はエネルギーを生み出すために働いてくれているというようなお話になります。私たちの体の中では食べたものがこういう風に使われているんだなっていうところを知っていただくきっかけになったらいいなと思ってお話しさせていただきました。最後までご覧いただいてありがとうございます。この動画が参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。